それでは早速行ってきます。これはやばいですよ。これ刀が見てわかんないけど相当きついですか。はい。例えば四つ割りになったら右足シュート。そのままね、大きくそばからぐるぐると前で。お尻の筋肉を使ってことはできます。もう。で、今度いいわ。前に持ってきて、外に開いて。ですよね。なので、ちょっと休憩しましょう。はい。で、このままね、外開いたら、この右足引きながら、そのままの状態で入って、右足持ち上げながら、で、外、その時に足持ち上げて、体平行に。ここから、せーの。もう、気持ちよく、2。腰は絶対に丸めない。3。それで、OK。OK! 反対です。1せーの OK! 効いてますね、いい感じで。これ一番苦手なんですよ。まあ、ここまでで使えると何気もね、できるので、この髪ができるそうですね。ちょっとね、最後刺激でちょっとさっき重くして、はい、7回です。深澤の久しぶりに右足伸ばして、はい、せーの、1、よいしょ、 OK、 2、3、ここまで、これで全然違うんで、し、いけるいける、5、6、7でストップして、この足10回持ち上げましょう。1、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、立て、蹴。いやぁ、5、6、7、8、9、立て。 OK。 やばい、だいぶ聞いたもんですよ。久々に、久しぶりです。コメントしたらこっちに。でこのままヒントのストレッチやっていくんですけど、まずロープ持ってもらって、はい、右足を横を出しましょうか。まあ、蹴ってる時にまたポジションになるので、この時にもそれお尻の筋肉とかですね。まずまず骨盤を切られるとまずストレッチ。もう一回いきます。3、4。でストップで左手バンダしましょう。はい、後ろに振っていきます。せーの。その繰り返す。